ってるよ。山田がいつもと証明したぞ。それでな、昨日さ、めちゃめちゃ仲良かったからよ、今日もバーン走って笑顔で山田帰ろうよ。よっしゃ行こうか。Yeah!
ちゃ考えとってんけど、もうええわシンプルで全力で思い切ってくれ。俺と団長がここめっちゃ決めたかったとこやねん。ガッツリ行ってくれ。力貸してよ。行こうや。Thank you.
Yeah!
Thank you.
決めたいから、最後、でええ感じで終わるな、あれだし、重きゃ走って。お前センチさんやろ、お前センチさんやろ、シャカパンでもやりますからね。サウンドこのうちからお前全力で走り入れてるけど、最後の全力でいってや、とりあえずないしつぼな、しつぼ決めてみなやれ、ガッツリ行こう、今までで行っちゃうやつ行こう、オッケー、ガッツリ行こう、
草部4丁でのこととなりました。フィナーレにも4丁の自分しかありません。
来年度はしっかりいつも通り草部校長でできるように青年会しっかり活動していきます。よろしくお願いします。最後に3本締めで草部だんじり祭りを終わりたいと思います。よーよよ、ご協力、ご尽力よろしくお願いします。ありがとうございました。
まして栄光責任者の山内浩二さん一言お願いいたします。皆さん、2日間本当にお疲れ様でした。今年山田は、草部連合の年番ということで、もう1年間通して、各団体の皆さんのご協力のもとこうやって無事に、だんじりを納車することができました。本当にありがとうございました。ありがとうございました。続きまして若頭責任者の大丸慎一さん一言お願いいたします。皆様1年間お疲れ様でした。今日迎えたのはもう皆さんの協力なくてはできないことだったと思います。我が若頭も、目いっぱいやってくれたと思うんで、僕は祭りさせてもらおうと思ってます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。続きまして革命15人組組長の横山直人さん一言お願いいたします。お疲れ様でした。各種団体の皆様お疲れ様でした。2日間祭りを無事に終えて帰ってこれたのは皆様のご協力のおかげと思っております。今後とも山田をよろしくお願いいたします。ありがとうございました。続きまして青年団団長の山岡孝道さん一言お願いいたします。一家が、特に大きな事故もなく無事に過ごしたことを深くお願い申し上げます。各自団体の皆様で祭りができたと思っております。ご飯を作ってくれる受けの皆様どうぞよろしくお願いします。皆様本当に2日間本当にありがとうございました。青年団これからもっと精進していきます。よろしくお願いします。ありがとうございました。それでは姉妹太鼓をしたいと思います。
そしたらご唱和お願いします。よーっ、ありがとうございました。お世話になった責任者から言葉もらうわ。砂本責任者、大きな正一。3日間お疲れさん。めちゃめちゃいい祭りできたな。いや、ほんま良かったと思う。めっちゃ満足。これでしかないと思ってる。で、俺も綱、初めて弾いたん19の時あって、すごいそっからなんかザーってきた気分やったけど、もう今日ほんま最後に1枚弾いとって、めちゃめちゃええ景色やねん。それほんま全員見てほしい。そこまで行ってほしい。行ってな、絶対。うん、綱長なんて、絶対全員見てほしい。で、絶対やりまし決めてほしい。はい。それだけほんま言って、うん、でもっと人増やしてめっちゃええ青年なんしてほしい。じゃあ俺も手伝うで、絶対そうしていこう。砂場目指してな。これほんま俺が言えんのほんまこれだけよ。であと次陸やで。次行ったらよ。厳しいことも言うけど、がっつり出て行ったってな。いやほんま、2年間俺綱長でやらせてもらったけど、ほんまおもろかった。もうみんなありがとう。以上です。ありがとう。この1年間、本当に
下に怒られへんような人間が上にな立ったらあかんねん。
だから俺はお前らに対して厳しくもしたし嫌なことも言った。それはな、分かっといて。オッケー。はい。ほんでな、嫌なことも言ったけど、明日定年団が終わるんやったら別に言えへん。勝手にしたらいいと思う。でもな、俺はな、この先ずっとこの定年団あると思ってるから、これからの定年団を背負っていくのはお前らやから、だからあえてな、厳しくしたから、俺はもう分かっといてくれ。頼むで、これから。ありがとう。
こうやって面と向かって喋るのは初心なのそうですほんまにいつもこんなことを言われてくれてほんまに弟のように思ってくれて心配もしてくれてあの時代の存在で団長ってなってほんまに大きな存在で実は、祭りできたし、祭り以外でもめっちゃお世話になって、なんか言葉で表せないぐらい、今後一生付き合っていきたい人やなって、家族持って、地元で県営サイトに来て、住みとこんなんでも行って、世界中に飛び回って、ほんまに出会えてよかったと思う。ほんまありがとう。お前じゃないからやっぱ。
見てや。この渋いやつ。見といてや、これ。なんて読むの、読んで。せやな。これ寝ろと言ってや、みんな。でも、来年は、行くでーす。でも、これはほんまに、俺も、もらったとき、めちゃくちゃ重みあんねんな、これ。めっちゃ軽いけど、かけたらめちゃめちゃ重いんや。気持ちの問題で。めっちゃ気持ちは重たいけど、でもやらなあかんっていう、ほんまに自信にもなるから、これは本物やってな。な、全員やで。全員やで。な、行ってや、これ。でも、来年は陸やで。イエーイ。ということで、ほんまにあの、リクとタクがおらんかったら、俺はほんまに今年はほんまに祭りできんかったと思ってる。ほんまにありがとう。ほんま、全部、あんなにやり回しできると思ってなかったから、いや、ほんまに、人数も、そんなかったしな。でも、お前ら追ってくれたから、俺も必死こけたし、うん、持ってくれてありがとうや。でもほんまに来年は絶対もっと俺よりもおもろい祭りできると思うから自信持ってやっていってや。はい、しっかりかけて頑張っていって。来年な、1年間お前ら引っ張ってくれる上田裕二。ありがとうございます。